こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、その努力、本当にお金につながる努力っていうようなね、そんなね、ハテナマークみたいなね、そんなね、話をしようかななんて思います。まあ皆さんね、本当にね、すごいね、頑張ってるな、努力してるな、なんてね、本当にね、思うんですけど、まあ自分もね、よくね、頑張ってますねってね、このね、YouTube 毎日ね、配信してるんで、そういう風に言われるんですけど、実はね、自分ってね、あんまりね、努力はね、していない。まあこのね、YouTube はね、すごくね、楽しくて、まあやっている。っていうようなね、そんなね、感じで、まあ自分努力してるかって言ったらね、全然ね、努力してない。まあね、やろうって決めたこともね、まあ、たまにね、こう、サボってしまったりね、したりするっていうようなね、そんなね、ことで、ちょっとね、自分努力足りないなぁ、なんてね、そんな風に思ったりする中、ちょっとね、急にね、わらしべ長者のね、話がね、なんかね、こう、ふと思って、たんですよね。わらしべ長者、皆さんわらしべ長者のね、物語、まあほとんどの方がご存知だと思うんですけど、ね、わらにね、こうアブをね、くっつけて持っていたら、まあそれをね、まあ子供が欲しがって、まあお母さんがね、連れていた子供が欲しがったんで、まああげるよって言って開けたら、お母さんがね、まあみかん、まあこのみかんでもどうぞって言ってね、みかんをもらった、まあ子供はね、すごくね、お喜びしたからね、お母さんはね、感謝で、まあみかんをくれた。それでみかん持って歩いてたら、なんかね、道端に倒れてる女性がいてね、どうしましたってね、まあそう、声をかけたら、なんか井戸ありませんかってね、言われて、まあ井戸はないけど、みかんならあるからどうぞって言って、まあみかんをね、差し出したら、今度ね、助かりましたって言ってね、まあ、仮にね、反物をもらった。反物をもらってね、歩いていたら、なんかね、お侍さんかね、まあ、大名かなんかの行列があった時に、まあ、突然ね、馬がね、倒れてしまって、そしてね、まあ、家来たちにね、お前たちに、この、なんとかしろよ、つって大名はね、先行ってしまって、家来はね、困っていた時に、まあ、そのね、わらしべ長者さんがね、名前なってんでしょうかね、わらしべ長者さんがね、で、行ったら、馬がね、倒れて困ってるからね、どうしましたって言ってね、言ったら困ってるんだよって言ったら、じゃあこの反物持っていけばね、まあ、大名もね、怒んないから、みたいな感じで反物を渡して、馬をね、引き取った。それで、まあ、ね、家来たちはね、まあ、喜んでね、まあ、もう馬見なくてもこれがあるから大丈夫だ、みたいな感じでね、言ったんでしょうかね。まあ、その辺ちょっと、ね、詳しくわかんなくてすいません。そしてね、まあ、その、わらしべ長者さんはね、家にね、その馬をね、引っ張っていって、それでね、水を飲ましたらすぐね、元気になった。それでね、元気になったから馬にね、またがってね、馬を走らせていたら、なんかね、引っ越ししているね、まあ、なんかね、そのお屋敷のね、人たちが引っ越しをしていて、まあ、馬が足りずにね、困っていたんで、そのわらしべ長者さんはね、もしよかったらこの馬使ってくださいって言ってね、馬をね、差し上げたっていうことで、そしたらね、そのね、お金持ちのね、一軒家とね、土地もある、そのね、土地、もう今ね、ここから出てっちゃうんで、まあ、よかったらお前、これ使えよ、みたいな感じで、まあ、馬と交換で、その家と、土地をね、手に入れたっていう。それでね、まあ、わらしべ長者って、まあ、お屋敷とね、土地までね、手に入れたっていうような、そんなね、感じなんですけど、これね、教訓ってね、何かって言ったらね、まあ、困ってる人を助けるとね、まあ、そうやって、見返りっていうものがね、あるよみたいな、そんなね、教訓なんでしょうかね。ただね、なんか、わらしべ長者さんってね、全然努力をね、しないで結局ね、長者になった。まあ、今のね、お金持ちにね、考えると、なんかね、やっぱりね、困ってる人と、まあ、人の喜ばれることをすると、まあ、それね、対価として、まあ、お金とかね、まあ、お金だけじゃないけど、感謝とか、いろんなことを手にして、それで結局ね、まあ、裕福に、ね、なっていくのかななんてね、そんなことをね、ちょっとね、考えました。それで自分ね、努力って何だろうって考えた時に、
まあ、例えばね、プロ野球選手がね、一生懸命ね、練習が終わった後、まあ、人知れず、ふすぶりをね、何百回、何万回って、こう、ふすぶりをね、して、まあ、次はね、いい結果を出そう、みたいな、そんなね、感じでね、まあ、すごいね、努力をして、それでね、次の試合の時にね、まあ、結果を残す。そうするとね、チームにもね、貢献できて、まあ、チームに貢献できれば、まあ、それでね、打てばね、まあ、観客、まあ、ファンの方たちもね、すごい喜んでくれる。そんなことで、まあ、やっぱりね、その活躍が認められて、次のね、年の年俸にね、つながってくるっていうことで、やっぱりね、それチームだったり、まあ、観客をね、喜ばせるっていうね、こと、そのね、まあ、そういった努力、なんて言うんでしょうかね。まあ、例えば、自分がね、まあ、そういうするぶりをね、何百回やったって、まあ、努力ね、してますね、でね、終わってしまう。だけど、まあ、プロ野球選手だったらね、それをやったことによって、まあ、観客だったりチームをね、喜ばせることができるから、ね、年俸につながる。自分がね、こういくら素振りしたってね、ただ疲れるだけでね、誰もね、こう喜んでもらえないっていうようなね、そんなことにはね、やっぱりお金って発生しない。だったら自分はね、毎日ね、感謝とかね、まあありがとうありがとうってね、いろんな人に言って歩くとかね、まあそういったことをね、まあ日々ね、小さな努力ですけど、そういったこと、まあ常にね、上機嫌でいるっていうようなね、そんなこともね、まあ今日はね、努力なんじゃないかな、なんて、そんな風にね、思います。自分がね、不機嫌になってね、周りを不機嫌にさせてしまうとね、本当にね、誰も喜ばない。なんかね、嫌な人だな、みたいな感じにね、思われてしまうんだったら、やっぱりね、上機嫌でいる努力とか、そういったことがね、また周りのモチベーションにつながって、まあ、会社だったら会社のね、売り上げにね、つながっていったりね、するのかな、とかね、まあ、小さなね、努力、そんなものをね、日々、まあ、不機嫌にならないとか、まあ、まあ、アファメーションもそうかもしれないんですけど、そういったね、感謝するとかね、ありがとうっていう、そんな努力とかね、まあ、ニコニコする努力とか、そういったね、小さな努力の積み重ねが結局ね、大きなね、結果にね、つながってくるのかななんて、そんな風にね、思ったりもしました。なんかね、ちょっとね、はい、言おうとしてたことがね、忘れてしまったんですけど、なんかね、すごいね、まあ、成功して、した方がね言っていた言葉、ちょっと、ね、名前とか全く出てこないんですけど、やっぱりね、そのね、小さなね、努力の積み重ねが、まあ大きなね、結果にね、つながるみたいな、そんなね、こと、全くね、違う言葉になってるんですけど、なんかね、そんなことを言ってて、これもね、話そうって思ってるけど、ちょっと忘れしてしまったんで、またね、機会があればね、話そうかななんて思うんですけど、やっぱりね、小さな努力の積み重ねが大きなね、結果になる。まあ、このね、努力っていうものがね、中で違った努力をね、もししていたら、やっぱりね、それがね、まあ大きなね、結果にね、つながらないんじゃないかななんて思いまして、まあ自分もね、こういう YouTube 努力してるように見えて、実はね、努力してない、まあ小さな努力でもね、ないのかななんて、そんなこともね、感じたので、ちょっとね、努力ってなんだろうって、そんな風にね、ふと思ったので、ちょっとね、今日努力のね、話をしてみました。まあ笑うピシベ長者さんがね、努力何もしてないか、っていうね、まあ努力しなくて、そういう風に長者になったっていうようなね、そんなね、引き合いもできてしまったんですけど、でもね、バラシベ長さんいつもいつもね、まあ、人がね、喜ばれるようなね、そんなことをね、いつもいつも常にね、思っている、困っている人助けようとかね、そういうね、ことを思うこと自体ね、もう努力なのかななんて、そんなこともね、思ったので、ちょっと今日この話をしてみました。はい。ではね、今日の話が良かったなって方は、グッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録、お願いします。では、今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ついてる、ついてる。ありがとうございます。